鎌倉幕府は足利尊氏らを六波羅探題に向かわせるも、尊氏は後醍醐天皇方に寝返り、京都に入京し、六波羅探題の北条中時は光厳天皇らと共に京都を脱出した。光厳天皇陛下、御身は我らが命に代えてお守りいたしまする。瀬田の六角時信と合流するまでのご辛抱です。陛下。どれ許さぬ。天皇陛下に弓引くとは、罰当たり者めらが。六波羅探題軍は負傷した光厳天皇と共に蓮華寺に逃れました。陛下、大丈夫ですか？なんとかの、じゃが、ときますわ。討ち死にいたしました。さようか。今に六角時信殿が来るはず。こちらに向かってくる兵があります。敵か、時信殿か。錦の御旗が見えます。敵方の兵かと。数はこちらに数倍するかと。さようか。六角時信はすでに後醍醐天皇方に降伏していました。もはやこれまで、私は自刃いたします。されば我が身もそのように。陛下は生きてくだされますよう。私の生存中に陛下を敵方に奪われたなら、私の不始末となりますが、死んでからならさような懸念はありませぬ。私がいなくなれば、敵は無抵抗な陛下を傷つけることはありますまい。カスや宗明よ、そなたらは私の首を持って降伏せよ。さすれば恩賞をもらうこともできようぞ。むむむ。この命かけて天皇家をお守りすることこそ武士の誇り。殿を見捨てるなどできません。死での山道お供します。私も。北条中時ら432名の六波羅探題軍は全員自害して果てました。呆然自失の光厳天皇は捕らえられ、三種の神器を没収されて京都に戻された。